ホンダの初のですね、本格的 EV 生産中止だそうです。まあね、満を持して、登場したホンダ E なんですが、なんとなんと売れませんでしたね。3年間で国内1000台、国外1万台の販売、1万1000台ということですね。もうこれはもう大失敗の部類でしょうね。495万円いくらね、可愛いなって言われてもやっぱり買わないでしょうね。はい、そしてね、ここで思い出すのはですね、私もこれね、実は2台乗りました。マニュアルとオートマチックですね。トヨタプリウスのデビューから遅れること2年、ガソリン車における世界ナンバーワン低燃費を引き下げて投入されたのがホンダインサイトでしたが、全世界で1万7000台、まだホンダEよりは売れたんですね。まあ、アルミボディとかですね、燃料タンクが樹脂になったりですね、3気筒エンジン新設計で新しく作ったんですが、なんとなんと、まだまだ3度目の正直を狙うと言っておりますね。本当にね、世界のユーザーはホンダに何を求めているのかね、 EV でしょうかね。私はね、大きな間違いをする危険性があると大変心配しております。